では次に子育てについて具体的にお聞きしますけれども、どなたがお子さんの世話を主にされているでしょうか？私と夫です。では先生の典型的な一日を教えていただきたいんですけれども、何時に起きて何時にご飯食べさせて、誰が子どもを保育園に送っていって、その子どもの送り迎えとか毎日の買い物、それから食事の支度、洗濯、掃除、その他家事の分担などをできる限り教えていただきたいんですけれども。朝は6時15分に目覚ましがうちはなるんですけれども、それから起きて夫は朝ごはんの用意をして、私は保育園の準備とか子どもたちの身支度をするんです。結構時間がかかるんですけども、で子どもたちにご飯を食べさせて、夫は下の子を連れて先に保育園に行ってから出勤します。で私はちょっと家のその食事で散らかったのを簡単に片付けてから、上の子を一緒に保育園に行ってから出勤してます。それから仕事して、今だいたい仕事終わって家帰るの5時ぐらいになってるんですけども、5時ぐらいに帰ってちょっと買い物したりとか夕飯の軽い、準備をして、で6時までにはお迎えに行かなきゃいけないので、私が2人をお迎えに行って連れて帰ってきてご飯を食べさせて、で、ちょっと遊んで入浴して寝かしつけとかをします。夫が途中で帰ってくることもありますし、もう最後まで帰ってこない、寝るまで帰ってこない時もあります。洗濯はいつされてますか？洗濯は、夜寝てる時に洗濯乾燥機を回して一回回すのと、朝出勤する前に洗濯乾燥機をまたもう一回セッティングして出かけてきます。それはもう全部先生がされてるんですか？基本的にはそうです。で夫がとか帰ってきて夫のものを洗濯しなきゃいけない時は夫が回してる時もありますか。夜とかは。お掃除はどうされてます？お掃除は普段だいたい夕方私が帰る頃に私の母か、あとそのベビーシッター兼家事の手伝いしてくれる方をお願いしているので、その方に私が家の他の用事をしている時にお掃除とかもしといてもらって、時間をちょっと調節というか節約してます。ということは実家あるいはそのパートナーのご両親のヘルプっていうのは手近に得られるっていうことですか？夫の実家はちょっと遠いんですけど、私の実家が家から1時間か1時間半ぐらいのところにありますので、母が週に 1,2 回手伝いに来てくれてます。お母様は喜んでしてくださいますか？孫が可愛いみたいなので楽しんでくれてると思うんですけれども、今先ほどヘルパーさん家事代行のことを言ってらっしゃったんですけれども、この方は大体、どれぐらいの時間週何回来てらっしゃるんですか？夕方2時間半っていう時間でお願いしてるんですけども、大体5時から7時半までお願いしてて。母が来ない日なので週に3回4回ぐらいだと思います。差し支えない範囲で、毎月の保育費あるいは習い事、子どもの教育費と、それから毎月の先生の収入との関連を教えていただけますでしょうか？子どもの保育料は子どもがまだちっちゃいので結構高くて、10万ちょっと10万円以上かかってるんです。で私は大学で、給料がだいたい15万ぐらいなので、そんなにたくさんもらってるわけではないんですけれども、であとベビーシッター代とか、あとさっきも出てきた病児保育なんかに預けることとかもあるので、保育料だけで結構かかるかなと思ってます。